2008年、カイル・ロドニー・ケンドリックは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手、ウト右ミギ MLB ボストン・レッドソックス参加所属。ケンドリックは、ワシントン州、マウント・バーノンのマウント・バーノン高等学校時代に、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球の3つのスポーツを掛け持ちした。2003年の MLB ドラフト7巡目で、 フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。このためケンドリックは、ワシントン州立大学で、クォーターバックとしてプレーする機会を断念した。4年間のマイナー生活を経て2007年、フレディ・ガルシアが、故障者リストに入った後、ケンドリックは、メジャー初昇格。6月13日にシチズンズ・バンク・パークで行われた、シカゴ・ホワイトソックス戦で、メジャーデビューを飾り、 初打席でメジャー初安打となる全打を放った。この試合では6回を投げ3失点という内容だった。6月18日のロサンゼルスドジャース戦で初敗戦を記録。その後の18試合の当番でフィリーズは13試合に勝利し、ケンドリック自身も10勝4敗を記録して、フィリーズの地区優勝に貢献した。ナショナルリーグディビジョンシリーズでは、 コロラドロッキーズ相手に2試合目で先発した。この年の新人王投票では7ポイントで5位となり、新人王は128ポイントを獲得したライアン・ブラウンの手に渡った。2008年2月のスプリングトレーニング初日、フィリーズはブレッドマイヤーズが中心となって、お前は小林岩村との交換トレードで日本へ移籍することになったと、ケンドリックにドッキリを仕掛けた。 これには彼の代理人や球団の監督であるチャーリー・マニエルなど球団全員がマイヤーズのグルとなった状態で行われまんまと引っかかったケンドリックはショックを受けたがグルの報道陣から日本行きについてコメントを求められていた際にマイヤーズが MTV の番組パンクトから引用したプンクトと叫んだことでようやくジョークだと気づいた。なお小林は ホットドッグ大食いで有名な小林武る岩村はタンパベイレーズの岩村明則から取ったとされる。ちなみに、この時の模様がテレビで放送され、ケンドリックとマイヤーズは共にインタビューを受けていたが、その際に背後から迫ってきたチームメイトに、マイヤーズはパイを顔につけられ、一応の仕返しとしている。この年はフィリーズの先発4番手を務めることになった。4月は2勝2敗。 5月は2勝0敗、6月は3勝1敗を記録し、この3ヶ月の防御率は4.59だった。しかし7月はその前の3ヶ月間と同じ後、本塁打を浴び、防御率も5.02と落ち込んだ。20試合で8勝4敗は、昨季の20試合先発時点での10勝5敗を下回る成績となった。この不調が響き、ケンドリックは、 ポストシーズンのロースターから外れることとなり、その間フロリダ教育リーグでチェンジアップを学ぶこととなった。ワールドシリーズでも引き続きロースターは外れたものの、ベンチ入りは果たした。このシリーズの間は、ケンドリックは協調でワールドシリーズの日記を連載していた。2009年は怪我の影響で9試合の登板に終わったが、2010年は11勝を挙げて復活。 2011年からは、先発陣の状況によっては、リリーフに回ることも多くなっている。2014年オフに、FA となった。2015年2月4日に1年550万ドルで、ロッキーズと契約を結んだ。この年は27試合に先発登板して7勝13敗、防御率6.3280奪三振の成績を残した。同年11月2日に、 FA となった。2016年1月7日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加したが、3回23を投げて、ヒアンダ14、失点10と振るわず、3月12日に自由契約となった。その後、4月23日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。この年はメジャーでの登板はなく、 参加のルーキー級アリゾナリーグエンゼルスと、トリプル A 級ソルトレイクビーズでプレイし、2球団合計で20試合に登板して7勝6敗、防御率4.4670奪三振の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2017年1月18日に、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 開幕は3日のトリプル A 級ポータケットレッドソックスで迎え5月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のボルチモアオリオールズ戦で先発したが4回6失点で敗戦投手となった。5月11日にトリプル A 級ポータケットへ降格となり6月22日に40人枠外となったフォーシームはほとんど投げず。 88から92マイルパーアワーのツーシームが中心である。ついで85から88マイルパーアワーのカッター、80から84マイルパーアワーのチェンジアップの割合が高い。カーブも投げるが頻度は高くない。かつてはスライダーもよく投げていたが、2010年頃からは投げなくなった。脱三振率は低く、打たせて取る投球スタイル。 2012年には初めて脱産真数が100を超えた。ありがとうございます。